ボロガセス三世は、アルサケスアッサパルティアの王。王を宣言して以来、絶え間ない内戦を戦った。パコルス二世の死の直前に、パルティアの東部で王位を宣言し、パコルス二世の兄弟で、後継者であるオスロエス一世と対立した。オスロエス一世は、パルティアの西部を支配したが、115年、ローマ皇帝トライアヌスがパルティアに侵攻した。 この時のトライアヌスの侵攻では西部を支配したオスロエス一世らは内部分裂で有効な対策が取れず取得手資本が陥落し略奪されバビロニアがローマの支配下に入れられた次のローマ皇帝ハドリアヌスの決定によりローマは早々とバビロニアからは撤退したがオスロエス一世が復帰し西部領土を支配下に組み込むことはできなかった年には オスロエス一世が死去し、やはりパコルス二世オスロエス一世の兄弟である、ミトラダテス四世が、西部支配を継承した。ミトラダテス四世が地位を継承した頃、ボロガセス三世が支配していた、アトルパテネ王国などには、アラン人の侵入があり、ボロガセス三世は、その対応に奔走した。140年にミトラダテス四世がローマとの戦いで、 戦死し、その後継者とされていたシナトルケスも死亡していたため、ボロガセス3世はほぼパルティアの全域に支配権を及ぼすことができたが、147年には死去した。彼の死後権力を握ったのは、ミトラダテス4世の息子ボロガセス4世であった。ありがとうございます。